いい感じで、もう動いてた方がいいんで、やっぱり。今特に今日とかで、ね、練習してる選手がこうチームの奮起に貢献できるようにならないと、多分、まあ、タイトルだったり上っていうのはもっと難しいものになると思うんで、今日練習してる自分とか活躍できるように準備したいなと思います。当たり前ですよ、みんなやってるんですよ。サッカー選手はどっかで何かやってます。オフはないっす。Mais preparado que da outra vez, quando eu estava titular contra o Frontal da outra vez. Nada. É, espero jogar, estou preparado, titular ou reserva, mas eu creio que eu posso jogar, então estou preparado. まあ、押し込まれてても勝てたゲーム、まあ、レイソル戦もそうだったんですけど、まあ、そういう試合で勝ち点3を取れるっていうのはすごいリーグ戦の中では大事なことなんで、まあ、勝つことがやっぱ大事かなと思います。広島、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。
Go!
さんに違うよ。相手のセットプレーの時もね、自分たちのセットプレーの時も必ず最初にボールを触ること。ディフェンスはセット、カウンター、シュート。真ん中しっかり固めて、そこからできるだけ早くポジションを取ること。Es sieht gut aus im Moment und wir haben auch die Qualität, hier weiter durchzugehen. Es war den Winter, aber weiter Vollgas geben. Wir werden auf jeden Fall in 15, 20 Minuten die ersten Wechsel vornehmen und frische Leute bringen.もちろんね、暑くて苦しいのみんなそう。でも、このまま全然いい、全然いけるだけ、いけるところまで行く。ダウンからどんどん入ってくるやつ。10分で行く。Thank you.
Yeah.
勝ちました。大橋くん、でかいね。でかいです。はい、つまずいてます。しばらくやったしかめちゃった。皆さんいいのこう、はい、最初は失点ないしはゼロで進めてるからこういうゲームができるんで、そこは2試合続けていい展開ができたと思います。とにかく数字を取ること、点を取ることっていうことと、まあ、あとは失点しないようにまずは守備からっていうことを意識してやりました。僕らは入ってスペースに動き出す動きを増やそうって誠は話しながら入りました、ね、めっちゃ嬉しかったです。8年目でようやくなんていうか同じピッチに立てたんですごい嬉しかったですし、もう嬉しかったにつきますね。僕のゴール勝ち越しゴールも決めれたし、はい、嬉しいことばかりでした。今日はよかったね。ありがとうございます。よかったね。よかったね。茶島先輩のおかげでね、茶島さん、武者修行の成果出ましたね。武者修行の成果出たよ。自分でも分かんない、ね、6年ぐらい、6年ぐらい、6年の武者修行の成果出たよ。この時のためにやってきたんだよ、ほら。いいエースの先輩たちのおかげでもやったよ。点取ったらパーフェクトだったけどね。そうなんだよ。今やれることっていうのをやってきたおかげで、まあ、自分のプレーとしては、まあ、最低限だったかなと思うんですけど、あのチームの勝ちに少しは貢献できてよかったかなと思います。広島のサポーターの方たちからの声っていうのは、まあ、本当に、まあ、1年目の時1試合しか受けることができなかったんで、今こうやって J リーグの舞台でアウェーでしたけど受けることができてよかったなと思います。まず今日、まあ、上位に食らいつくっていうところでは勝ち点3取れてよかったんで、しっかり休んで、タフな後半戦、自分ももっと力見せて、タイトル取りに行きたいなと思います。